まずですね、えー、魅力はそうですねいくつかあるんですけれどもまず大体的に違うところっていいますとですね、まあ、ボリューム的なところでいいますと、まあ、前回使える飛行機ですかプレイヤーが乗れる飛行機はまあ30体ちょいだったんですけれども今回はまあ大体まあ倍,増、まあ、倍以上ですね70機ちょいぐらいに増やしていましてまたステージ数に関してもですね前作は大体21ステージだったんですよ。まあ、これを倍プラスアルファぐらい 遊べるように作ってます5.1チャンネルを使ってみましてこれがですね実際にその、まあ、戦闘機ですから空間を移動してるんですけれども、まあ、移動してる最中の音っていうのがですね立体音響になるとここまですごいものかっていうことがですね、まあ、作ってる我々も驚くぐらい素晴らしいものになってますそうですね私たちのゲームっていうのは本来ならばないだろうなっていうぐらい弾幕の中をこう飛行機でよけ回ったりするようなゲームなんですけれども。 そのまあ弾の音ですとからそうですね後ろからもう私を狙ってミサイルを撃ってくる敵機がいますよねそれのミサイルの音とかがですね本当に耳の横をこうすり抜けていくような感じで聞こえてきますんでその臨場感というのはもうかなり素晴らしいものだと思います。